普天間基地の辺野古への移設に向け、防衛省は軟弱地盤が見つかっている大浦湾での本格工事について明日着手すると県に通知していました。こうした中、関係者によりますと、台風3号の影響により工事に必要な準備が間に合っていないため、工事の着手を来月後半以降に延期することを決めたということです。防衛省は工事の着手に向け、今月から大浦湾で杭打ちの試験を進めていて、今後こうした試験や作業の進捗を確認した上で、大浦湾での護岸の造成や軟弱地盤の改良を進める計画です。工事をめぐって県と防衛省は環境保全策などについて事前協議を行ってきましたが、防衛省は先月、大浦湾での本格工事の開始時期を通告していて、玉城知事は協議が整っていない中で遺憾としています。